どうもジミーです。今回の動画はですね、初心者の方に向けた動画になるんですけれども、グリップの握り方、ゴルフのグリップには3種類あるんですけれども、オーバーラッピンググリップ、それからインターロッキンググリップ、それからテンフィンガー、3種があるんですけれども、どうやって握ったらいいのってことになるんですけれども、握り方はですね、人それぞれ違うので、自分の中でうまくクラブを操れるような握り方ができたらいいんじゃないかなと思います。それについて今日は説明していきます。ではやってみましょう。いろいろな握り方があると思うんですが、3種類、先ほど説明した3種類、これオーバーラッピンググリップ、もともとクラシックなプレイヤーたちから受け継がれているグリップですね。左の人差し指と中指の間にこうやって食い込ませます。これがインターロッキンググリップですね。これはですね、腕力がない方、女性の方とかがやったらやりやすいって言われてるグリップですね。非力な方にはおすすめのグリップです。続いてテンフィンガーって言うんですけども、テンフィンガーは皆さんなかなか聞いたことないと思うんですが、右手をこう上からドスンと乗せるだけ、これがテンフィンガーって言いますね。これ野球やってた人とか、まあ、アイスホッケーとかそういう他の競技、ボールを扱う競技をした人たちはこれがやりやすいんじゃないかなと思います。大切なことはですね、皆さんいいですか、握り方は3種類なんですけども、どれでもいいんですよ。どれでもいいけれども、どうやってクラブを扱うかがすごい重要になりますからね。ここ大切なんで、関節の動き方を含め、どうやって握って、どうやって使ったらクラブが操れるかを説明していきます。先ほど3種類のグリップの握り方をやったんですけれども、握り方分かったんだけど、どの辺に力入れていいかがよく分からないと思うんですよ。でこの握り方なんですけれども、関節通りに目標方向に力を加えるなら、こうではなくてこうやって手のひらを下に向けることで肘の関節は固めるようになるんですね。ストロンググリップって言われてますね。この方向を向いた状態で力を伝える練習をしていきます。なので持ち方として左手は少し上からクラブを押さえつけます。こういう状態ですね。中心線にもかなり右サイドに握ることをお勧めします。まあ、僕はこういう風に握ってるんですけれども、これストロングって言われてるんですね。ストロンググリップって言われてます。まあよく言われる2ナックルですね。ここにナックルが2個あるんですけど、僕の場合3ナックルとか4ナックルかが見えちゃうぐらいこうやってやりたいぐらいなんですけれども、こうすることによって右に行くことを防ぐことができます。これに力をボールに伝えることもやりやすいと思いますね。右手はこれに合わせておくので、横から握るんじゃなくて下から握ります。親指上じゃなくてちょっと横にこうずらしておきます。そうするとうまくクラブを操りやすくなるんじゃないかなと思います。でまた左手はパームで握っちゃう方が結構こういるんですけれども、パームだとうまくクラブを操ることができないので、できれば指先で握、指先の付け根ですね、付け根らへん、こうやってグローブ開けたらこの辺りで握れたら一番やりやすいのかな。これよりもちょっと斜めにしてあげると皆さんには力入れやすいんじゃないかなと思います。で右手はですね、こうやって握るんですけども、左手離すともう、まあ、僕の場合はオーバーラッピングだから小指がずっと離れてる状態ですね。このぐらいグラグラの状態で使います。これを皆さんギュッて握ってグラグラできないとうまく当たらないですからね。右手の方は逆にグラグラの方がうまく当たります。これをちょっとやってみたらいいんじゃないかなと思います。今回の動画はいかがだったでしょうか。いろんなグリップがあると思うんですよ。まあ、3種類紹介したんですけれども、自分なりにいろいろ握ってみるのがすごい重要だと思うんですよね。また僕はストロンググリップで握ってます。なぜかというと関節通りに動かしやすいから、で怪我もしにくいんですよ、ストロングにしとくと。なので視聴者の皆さん、なるべくウィークからストロングにした方が怪我はしなくてさらに飛ぶようになるんで、これやってみる価値ありだと思うんですよ。ちょっとストロングにして振る練習してみたらどうでしょうか。いきなりやってて変わるものではないんですけれども、うまく力を伝えられない方にはいい動画になったんじゃないかなと思います。なのでこれを参考にして明日のゴルフも皆さん頑張っていきましょうね。では次回の動画まで、バイ。